JR バス関東中央道支店は、長野県伊那市にある JR バス関東の営業所。中央道支店諏訪営業所松本ナンバーもともと、建設計画がとんざしてしまった高藤電気軌道の代替として、高藤線の運行を開始したのが始まりである。地域利用主体ながら、同時に、長谷村などへの路線も開設され、支線区の廃止などはあるものの、 稲氏高等町を結ぶ路線として利用されていた。春先の桜シーズンは、臨時便の運行に必要な車両、乗務員型支店から一時的に充当される。それ以外のシーズンは利用者が減少しており、運行本数が減少し、車両も中型車がメインとなっている。稲市などからのコミュニティバスの運行委託は、路線数が増加している。稲氏店は、南アルプス号の 国家中央道経由の高速バス運行に関わるようになり、乗務員基地としての役目を果たすようになっていた。近接した下諏訪支店と高速バスに関して同様の役目を果たしていること、また、下諏訪支店の一般路線も少なくなっていたことから、この2支店が統合されることになり、2004年7月に中央道と岡地支店として再出発することになった。 旧下津は支店エリアの路線が持っていた、鉄道線の培養という使命は半ば失われて、しまったものの、旧伊那支店の路線の、鉄道線の代行という使命は失われていない。現在、中央道経由の高速バスの乗務員交代は、小黒川パーキングエリアで行われており、支店との往復は連絡車を使用している。以前は、駒ヶ岳パーキングエリアで交代していた。 名古屋便、福井便は両側とも、中央道支店で乗務しているが、京阪神系統は小黒川異性を、西日本 JR バスが乗務する形で運行を、分担している。昼特急などの透明経由への変更で、中央道経由は徐々に減少している。中央道支店には高速バスの配置はなく、JR バス関東の担当便では、東京支店車両を使用する。また、 乗務員は東京到着後、新宿 TDR 線や東京成田空港線などに乗務するネットワーク、航路もある。支店内にある車両整備工場では、自社内で唯一の車両塗装設備も備え、各支店の車両の塗装変更や、車内のリニューアル、シートの変更、エンジン等重要部品のオーバーホールなども施行している。対応能力は年間24台程度。 車両整備設備を持たない、諏訪支店の車両の重整備、車検整備も投工場で実施している。JR 気仙沼線 BRT の開業時の車両や、プレミアムドリーム号、プレミアムエコドリーム号、ドリームルリエ号などへの既存車を種車とした改造も投工場で施行した。中古購入車両の塗装や仕様の変更なども投工場で施行しており、 校内に施行前後の車両がしばしば見受けられる。例年、高藤桜祭り前に施行が完了した、中古購入の一般路線車などを一旦、中央道支店の所属として、ナンバー登録し、高藤桜祭り輸送に使用し、同輸送終了後に、本来の所属先へ移動させる動きがある。2018年度には、国土交通省が実施している道の駅、南アルプス村、 長せを拠点とした自動運転サービス実証実験に路線バス運行事業者として参加した。2019年度には台風19号の影響による豪雨のため稲市道の一部で路肩崩落等の被害が発生し復旧の見通しが立たず南アルプスジオライナーやパノラマライナーはシーズン途中で運行を終了した。2020年度には 高藤城市桜祭りが新型コロナウイルスの感染拡大を回避するため中止となった。これに伴って、地の駅高藤駅や花見循環バス、駐車場シャトルバスなどの運行が中止となった。さらに、南アルプスジオライナーやパノラマライナーも運行中止となっている。2021年4月1日より、稲市長谷地区で長谷循環バスの土休日や、 平日の一部の運行をぐるっとタクシーに切り替え、本支店でも新たに同タクシーの運行に参入した。本支店の職員数は54人である。2020年4月1日現在、11台が配置されているの委託車両は除く。高等線 L538 から99,206。乗降方式。交通系 IC カードは、 太陽桜の模様が描かれた投資店所属の高速バス、南アルプス号以前は国鉄中部自動車局の管轄であったため、下諏訪や小諸と共に UD トラックスの車両が主だったが、民営化以降は支店が車両導入を決められることもあり、引き続いて2005年度まで日産ディーゼル製が新車に採用されていた。中古車両の購入や支店間転属の場合は、 日産ディーゼル製に固定されることなく、ダメーカーの車両も移籍されている。2018年1月の高藤線開業70周年を記念して、中央道支店所属車両のうち1台は、旧国鉄カラーとなり、復刻塗装バスとして、高藤線で運行されている。高藤の桜シーズンには、他支店からの応援もあり、その際には、松本ナンバーへ登録変更されることもある。 特に新車が応援に回ってくるとは限らないものの、普段は投資店では見られない、仕様の車両が配置、運用される光景は、国鉄バス時代の戸和田方式を彷彿とさせる。最近では、中古購入した車両を中央投支店の整備工場でリニューアルし、仕上がったものを同輸送で使用し、終了後に本来の配置先へ移動させたり、脱視店の廃車直前の車両を調達し、 同輸送後に、稲で廃車するようなことも多い。長野原支店のイエローバス、西那須の支店のモミジバスに対して、中央道支店の高速バスは、高東城市公園の高東小悲願桜にちなんで、桜の模様が描かれていた。東京支店などから古参車が転属してくるパターンが多かったが、2003年には、日産ディーゼルスペースアローネオロイヤル CI の新車2だよ、 購入している。2008年にはほぼ新車だった三菱ふそうエアロエースが東北道統括支店から転属してきた。コミュニティバス各線には日野、ポンチョを使用している。稲橋市,市街地循環バスについては稲バスが使用していた車両を引き継いでいる。貸切車は元高速車のイスズガーラが1台配置されている。貸切運行のほか、しばしば高速バスの訓練にも使用され、 担当路線などを訓練走行している。ありがとうございます。